こんにちは、高橋メアリー純です。皆さん、座右の銘ってありますか？私の座右の銘は Difficult Yes Impossible の、今日はその座右の銘、難しくても不可能じゃないについてお話ししたいと思います。まずこの言葉はですね、すごくポジティブな言葉ですよね。こんなポジティブな思考になれた一番大きなこうきっかけというか影響っていうのが、やっぱり家族、高橋家はもともと裕福な家庭だったんですよ。結構ホテル泊まりに行ったりとか、年に 1,2 回フィリピン旅行に行ったりとか、いいレストラン行ったりとか、結構裕福な家庭でした。大きい家に住んだりとか。けど、まあ、ある日を境に父の会社が倒産して貧乏生活が始まるわけなんですけども、その貧乏生活が始まるっていうのを知った機会っていうのが、まあ、高橋家では琵琶湖会議と呼んでるんですね。私が小6か中1か、家族みんなで琵琶湖遊びに行って、岩場をこう走ったり、まあ、跳ねたり石投げたりして遊んでた時に、まあ、お父さんがちょっとみんな集まってくれるかって言って、まあ、集まったんですね。で、父が実はお父さんの会社がちょっと倒産してしまって、今までみたいにはいかへんようになんねんけど、みんな一緒に頑張ってくれるかって言ったんですね。いつも笑顔であふれる父がすごくこう、なんだろう、ちょっと恐れながら話してて、なんか初めて見る父の姿だったんですよ。母も隣で、まあ、凛とはしてるんですけど、ちょっと泣くのこらえてるみたいな。でも私は中1ぐらいで、あとはみんな、まあ、年子の弟、妹の優は当時小学校4年生ぐらい、で一番下の子は6歳7歳とかですかね。子供ながら私は、あ、よし、じゃあ家族を守っていこう、頑張ろうって思ったんですよ。なんかその時に、今までのようにいかへんのとか思ったわけじゃなくて、前向いてやるしかないなって自然と思えたんですよね。母の口癖が、なんか大丈夫、なんとかなるなんですよ、いつも。大丈夫、なんとかなる、はははみたいな、笑い飛ばす人で、めっちゃポジティブで、結構母の影響も大きいですね。母の口癖が自分にも染み込んでて、大丈夫、なんとかなるってなんかあるたびに思ってた気がします。母の口癖があと2つあるんですけど、私まだ諦めてへんでっていうのとあと、辛いことがあってもこれはエピソードになってあなたのストーリーになるのって言ってくれてたんですよ。だから辛いことがあっても、将来このことをあなたは笑って話すわよって、人に話したりインタビューで答えてるわよって母が言ってくれてたんですよね。だからなんか辛くなかったというか、あ、エピソードできたわみたいな、エピソードなかったら思んないし、エピソードあってよかったぐらいに思ってたんですよね。よく苦労されてきましたねとか言われるんですけど、あまり苦労した感覚がないんですよね、両親のおかげで。その貧乏生活が始まって、同じ村で2回ぐらい引っ越したんですよ。で、マトリョーシカのようにどんどん家がちっちゃくなっていくんですけど、その引っ越すたんびに、ちょっとみんな車乗ってつって、なんかで鉢巻きみたいな目隠しされて、で、ついて、はい、みんな目隠しとってって取ったら、パーンって全然知らない家があって、そしたら、ここが新しい家ですみたいな、サプライズみたいな、イエーイってなんか家がちっちゃくなったのに全然悲しくないんですよ。引っ越し楽しいってなって、みんなでお祭り騒ぎになるみたいな。本当だったら貧乏になって家がね、ちっちゃい家に引っ越さなあかんっていう事実は一つなのに、ネガティブな方向やと、あ、家ちっちゃくなっちゃった、貧しくなっちゃったってなるところを、引っ越しやで、楽しいで、新しい家やで、新しい生活の始まりやっていう風に持ってってくれたんですよね。一つの事実に対してのこう捉え方次第で、不幸にも幸せにもなるっていうことを両親が示してくれたなっていう出来事でしたね。難しいけど不可能じゃないよってすごく強く思ったのが、私15歳で芸能界入りしまして、初めて会ったプロデューサーさんに、何でしょう、会って開口一番、もうまだ名前も言ってないですよ、言う前に、
君女優顔じゃないね、女優無理だねって言われたんですよ。その時はもう大人の言うことをすごい信じてたので、あ、無理なんやな、分かったみたいな。じゃあもう演技楽しいけど、まあ趣味で演技レッスン受けとこうぐらいだったんですよ。だからモデルか歌手でやっていくんやなと思ってたんですけど、今私でも女優じゃないですかね。あ、できないって言った人いたけど、あ、できてんじゃんって今言えるんですよね。でも、まあ、こうやって私が続けられてるっていうのは、私自身が強かったからだけではなくて、その初めて出た作品朝ドラ純と愛で出会った武田鉄矢さんとか夏菜ちゃんとかもこみちさんとか風間俊介さん、ね、城田優くんとか、私別に何の相談もしてないんですよ。ハーフ気にしてるとかも言ってないし、純と愛で演じた役が、まあ、フィリピンの人の役だったんで、母をモデルにして演じたんですけど、私がフィリピンのハーフだからこの役をやれてるんだな、これが終わったらまたモデルに戻るな、女優はやらないだろうなって勝手に思ってたんですけど、その武田鉄矢さんにいきなり、メアリー、お前は自分がハーフとか気にしてるかもしれんけど、国籍とか何も関係なく女性として素晴らしいんやから、自信持って女優続けろっていきなり言ってくれたんですよ。何も相談してないのにえみたいな。しかもあの武田鉄矢さんにみたいな。で、続けろって言ってくれて、あ、来れました、続けようと思ったし、他の共演者の皆さんにも女優続けてねって言われたんですよ。だからみんなの励ましの言葉があったから、女優続けよう、ハーフだから無理っていう固定概念もう、まあ、ある意味自分でも作っちゃってたから、覆そうというか、私がこう活躍することによって、なんかハーフだから無理って言われてることか、自分で思っちゃってる子の道が難しいと言われてる道が開いたらいいなって思ったんですよ。これはすごくこうやること、挑戦することにすごく意味があるというか、面白そうな道だなと思って、女優続けようと思って続けて今があります。だからね、最初は無理だねって言われたことが難しいかもしれないけど、他全然やってる人いなかったけど、誰もいなかったら一人目になればいいってすごい思わされましたね。うん、あとたくさんエピソードがあるんですけど、女優業やってる時に体調を崩してしまって、その時にあのお医者さんに、この病気は一生治らない病気ですけど、まあ、うまく付き合っていきましょうって言われたんです。普通お医者さんに言われたら信じるじゃないですか、間違いないって思うはずなのに、私は難しいけど不可能じゃなかった経験をしてたからか、いやいやいや、なんで一生治んないって決めるんですかと思って、治した人がいないんだったら最初に治った人になればいいじゃんって思ったんですよね。まあ、実際7年間何も薬も飲まずにずっと健康ですし、治ったと思ってるんですよね。でもあまりこう治ったってなんか言わないでって言われたりもするんですよ。なんかその病気が軽くね捉えられちゃったりするんで、うん、だけどまたなっちゃったらその時考えればいいなって、今健康なんだから健康って言いたいなって思って、治ったって言いたいなって思うんで、治ったと言わせていただいています。なんかその言葉を信じたことによって元気になったのかなって思うところもありますね。まあ、体調崩してる時に実はその役に助けられたこともあって、流浪に剣心の京都大化編伝説の最後編っていう、まあ、映画を撮ってる時に絶賛体調最悪だったんですよ。まあ、今より10キロ以上痩せてましたね。もう本当ご飯食べれなくて、もう点滴で生活してたんですけど、本当に大好きな駒形由美というキャラクターで、もうこれはいろんな女優さんがやりたい役だと。でこの役決まったのも面談オーディションだったんで、他の女優さんも面談受けてるでしょう。その中で私が選んでいただいて、これはもう絶対中途半端にできない、ちゃんとやんないと、他の女優さんにも、もちろん原作ファンの方にも失礼だって思って、本当に一個の夢が叶った、もうずっと願い事ノートっていうものを私作ってて、それにずっと書いてたぐらいやりたかった役だったんですよ。それが叶ったから本当喜びしかないはずなのに、体調悪すぎて一瞬でも降板ってよぎっちゃったんですよね。よぎるはずがないぐらいやりたかった役なんです。その役はすごく愛情深くてすごく強い女性なんですけど、ここで私がこう下手っちゃったらこの女性は演じられないと思って、この女性を演じるには私はここを乗り越えて強くなんないとこの女性を演じる資格がないと、ふわって思ったんですね。でその由美がすごくこう舞い降りてきたというか、
そしたらもうその後から劇的に体調が良くなったんですよ。もちろんいい漢方に出会ったっていうのもあるんですけど、精神的にすごく楽になりました。うん、腹くくるとすごく楽になりましたね。はい、役に助けられることは結構ありますね。ね、人から見たら不幸に見えることも、自分が不幸と思わなければ不幸じゃないし、自分が幸せだと思ったら幸せだと思うし、結局自分だなって思いますね。ね、人に嫌われるのすっごい怖いですけど、自分に嫌われない、自分に好かれる自分でいるっていうのはすごく大事だなって思います。皆さんには難しいことたくさんあるけど、難しくても不可能じゃないっていう言葉を思い出していただいて、いろんなことに挑戦してほしいなって思います。うん、幸せになれるよって、大丈夫だよって皆さんに伝えたいです。